キューバ出身の写真家。アルゼンチンのマルクス主義革命家であるチェゲバラの肖像写真、英雄的ゲリラを撮影したことで知られる。1928年、キューバハバナ市に生まれる。父は鉄道作業員であった。10代後半頃より、父が所有していたコダック35を使用して恋人をモデルに写真撮影を始める。その後は趣味で、 写真撮影をする傍らで様々な職を転々としていたが、マリオナ・ランホに才能を見出され写真家となり、ハンガリーの映画監督ゾルタン・コルダにちなんで職名をアルベルト・コルダとした。1956年にルイス・ピアス・ビエルと共に、ハバナでスタジオ・コルダを設立。主にモデルを使用した流行写真の撮影を行い、キューバで人気の写真家となった。 1959年1月1日、フィデール・カストロ率いる、ハイ政府軍によって、キューバ革命が達成されると、コルダは、カストロ付きの写真家として行く先々に随行し、キューバ新政府の初期における姿を数々撮影した。翌1960年には、レボルシオン紙の写真記者となり、同年3月5日には、ラクーブル号爆破事件の追悼集会における、 チェゲバラの表情を捉えた英雄的ゲリラを撮影。この写真はゲバラの死後、その肖像として一般化し、思想、ファッション等に影響を与えることになった。1968年にカストロ付き写真記者を辞すと、以降はキューバの自然、特に海中写真を中心に撮影を行うようになる。また、キューバ科学アカデミー内で海中写真家を創設し、 科学調査用の写真も撮影した。1980年代に入ると、再び流行写真家に復帰、以後の生活は、ファッション関係の写真撮影に費やした。2001年5月25日、訪問先のパリで、心臓発作により隠し、72歳だった。遺体は、ハバナのコロンボ地に埋葬された。その死後、 2005年にコルダを描いたドキュメンタリー映画、コルデビソンが制作されている。ありがとうございます。